私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。近畿キズ堂本光一と堂本剛は、中居正広から辞めないという決意を表明した。疑問符？変わらない進化し続ける。お前らは絶対辞めんなよ。さらに中居が、先輩たちも、さ、後輩もそうだし、休止しちゃったり、解散しちゃったり、退場しちゃったり、僕らも含めてですけど、なんて言ったって、グループの最年長ですよね。と、現在の二人について言及。光一は、音楽活動しているグループとしては、と頷き、お聞かせいただいてもいいですか、と切り出すと、ジャニーズ退場後の中居が司会をしている音楽番組で、CM 中に中居が、お前らは絶対やめんなよ、と言ったことに触れ、僕はその時どの口が言ってるんですかって、と笑い、その時の中居の真意について質問した。中居は、退場することをかっこいいっていう風に、そんな風に思われても困っちゃうなって、もちろん、いろんな意味があるんだけど、出たら出たで大変だし、と退場後の苦労を明かし、近畿が万が一、デビュー25周年で、キリのいいところでってなったら、心配になっちゃうこれ近畿いなくなったら、とジャニーズの行く末を憂慮。スマプオを活動25年3ヶ月で解散、時を派26年6ヶ月で音楽活動を休止、V6 派26年で解散したこともあり、25周年は音楽活動のターニングポイントだと言われているといい、中居に、やめるな、と言われたことは、励みになった、と光一。光一は、ジャニーさんも亡くなって、いろんな時だったので、言っていただけたのはすごくエネルギーになるなって思いました、と続け、ゴーは、僕たちもずっとね、ジャニーさんだったり、メリーさんだったりから教わったことを大切にしています、とコメント。光一は、ありがたいことに、我々って、我々のしたいようにやってるだけなんですよね。常に、できること、やりたいことをやってきてるだけなんで、そのスタンスはこれからも変わらない、と語り、ゴーも、ジャニー氏や、コメリー北川氏から、自分たちにしかできないことをやりなさい、と言われていたので、今後も、進化できないことはないと思っている、進化はし続ける、と、展望を明かした。近畿 TDS 派25周年を迎えるにあたり、全国のファンや企業に感謝し、様々な企業のテレビ CM に25円で出演するキャンペーンを展開したことも話題になっている。5月には抽選で選ばれた16社が発表され、CD デビュー記念日の7月21日からそれぞれの CM が順次公開される予定だ。また7月には大阪の京セラドーム、8月には東京ドームでのコンサート、24,451 から君と僕の声からも控えている。この先、26周年も27周年も2人での活動を続けてほしい。それが中居だけでなく多くのファンの願いだろう。7月1日放送の中居正広の金曜日のスマイルたちへに、今年7月21日に CD デビュー25周年を迎える近畿 TDS が出演した。近畿 TDS はデビュー前にスマプへのバックダンサーを務めるなど、バックの中居正広49とは親交が深く、二人の登場に中居はなんか変な感じと照れくさそうだった。近畿 TDS の二人は、中居がジャニーズ事務所を退所してからも、中居がマックを務めている音楽の日、同曲系に出演した際などに、若い時の中居と自分たちの写真が入った T シャツを衣装に仕込むなど、中居をいじるなど仲の良さを伺わせてきた。二人は、ジャニー北川氏に最も愛されていた、と言われ、当初は、ジャニー氏自身が二人のマネージャーを務めていたことも明かされた。後年、三人は、それぞれ仕事を持っていたため、一緒に過ごすことは、ほとんどなかったと言い、堂本剛、43、は、1つ1で、一緒に過ごすことは、結構ありましたね。誕生日に電話したら一人で家にいるというので、じゃあ、行くよって。堂本光一、43、は、近畿の現場には必ず来てくれていた。堂本光一、43、は、
近畿の現場にはいつも来てくれていた、ステージにもいつも来てくれていた、と告白した。後輩たちは、二人のバランスを取るのがすごい難しいと思う、と話し、中井も、僕らというか、他のメンバーは何人かいるんですけど、二人だから文句を言う相手が一人しかいないし、僕らしかいないんですよ、と付け加えた。中井は、と二人がうまくいっている秘訣について質問した。こうは、一緒になるときは一緒になる、同じ気持ちになるときは同じ気持ちになる、と答えたが、特に深く考えないのだという。中井がムカつかないの？と突っ込むと高一はそこまで見てない前に言ったこともあるかもしれないけど電話番号も知らないし LINE も知らない、と答え、連絡を取りたいときはお互いマネージャーを通していると続けた。意外にドライな二人の関係にスタジオのレギュラー陣からは驚きの声が上がったが、ゴーは、えからって言うけど、結構合うんですよ、と連絡を取らなくても会う機会が多いと説明した。番組には、キンキキ DS と同時代に活躍していた元 V6 の三宅健43、後輩のキャットタンへの亀梨和也36、ニュースの増田貴久35、ヘイ、セイ、ジャンプの山田涼介29、製材ゾーンへの菊池風磨27、シクストーンズのジェシー26、なにわ男子の道枝駿佑19、モブイ TR で登場し、それぞれが見たキンキキ DS のエピソードを語った。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。